2022年、11月、14日、もともと僕は小学校の小学生の頃に、東山商店街の中にある文房具店で、デスノートというようなノートを見つけてしまって、で自分の家系をまあ辿っていくと、まあいろんな名前の方がいらっしゃって浅井美沙という名前がこうなぜピントが今しっかり合わないのかちょっと僕もよくわかんないんですけど、これはね、まあ母親の持ち物だったその相続を示す書面というものであって、まあ私もその一族で母親を最後までまあ面倒見ましたから、まあ所有するだけの権利があるんですよ。コンピューター何を身勝手な判断をしてこうぼやかしているのか、これをはっきり見せたところでもうそんな住所にもう生きてないからもうバッテン入ってる時点でわかるでしょう。まあまだこの頃はうちのおばあちゃんが生きてた頃かな、まだバッテンが入ってない時に作って出た書類でね、まあ、昔の人の名前って結構いい加減で、もうね、名前辿っていくと種っていう名前とかで誓うという名前とかで、もうね、まあこちらが谷家の方かな、その人事院の人事官の谷さんの話でいくと、その祖父が 谷安一というもので人事官だったんじゃないかなと、まあそういう風な人事院の、まあね、報道ステーションで何回か放送しましたからねそう、まあね、もういろんな話思い出しましたよ本当にも、まあその後デスノートというね、漫画集英社が発表してまあね、しっかりとアニメ化して実写バンド作ってですね30撮りって言ったらいいんですかね、まあね、まあいろいろありますよね。親戚のまあ法律的に6親等のところまでが親戚として扱われてるんですが、その範囲内で上田さんっていう方が横浜の方にいらっしゃったんですよ。でその上田さんの家系の人が NHK の会長になって、で結局僕を助ける前にもう会長も引退されちゃったんですよ。もう本当に僕の人生本当に人助けはしてるんですけども、助けてくれないとお返しがいつまでたっても返ってこないと、全然今一応笑いながら言ってるんですけども、お天気等々のこともありますんでね、ほらね、明るくなるでしょ。さっきまでちょっとねこもってたんですよ。もうねこのねお天気の変な攻防なのか何なのかよく分かんないですけども、画面がこうねいろいろ揺れるから、まあ、見てる方も酔わないかどうかちょっと心配なんですけども、どこで見かけたかな、その上田さんっていう人の名前、どこだったかな、浅井家の中でもそのお相手の方で名古屋出身の人もいて、結局そこから安藤証券とのつながりがあって安藤美希だったのかもしれないですね。まあ、ちょっとね難しい部分いっぱいあるんですよ僕はいつから探偵になったんだと、本当にねもう調査しきれないんですけどね、本当にもうちょっと待ってくださいね、何をぼやかしてるのかね、しっかりと高いお金出して買ったんだからちゃんと写してくれないとね。今ねいろいろ読み上げてるんですけども、さっき見つけたんですよね、こちらなんかもう出身、この種さんの出身なんかもう工学部ですからね
見えないでしょう。もともと今画面の映りがおかしくなってる部分もあるんですけど、ちょっと離れた方がいいのかな。こちらなんですけども、甲賀郡、その後甲賀市になった方かもしれないですね。まあ忍者とかはどこからどこまで本当なのかっていうね、藤子不二雄先生が、まあ、最初は、まあ、手塚治虫先生が日本の漫画の歴史の第一人者だったんですが、その次の2番手が、まあ、藤子不二雄先生ということで、忍者服部君というものがありましたよ。福部と書いて服部という公務員の人がいろんなところに出向したから変に勘違いが始まったんとちゃうかってね、まあ、そんな話を誰かとしてたんですけど、ちょっと待ってくださいね、喋りながらだから僕もね見落としたり立たしてるんで、こういう用紙だったと思うんですけどね、どっちにかけたかな。基本的に祖母は甘露寺の出身なんですよ、京都府の。で、僕はそこまで歩いて見に行こうとして途中でバスに乗った方です。結構な距離ありましたんで。それがね、30代後半ぐらいの頃にしてた頃ですね。か半ばぐらいの頃ですね。でもし聞いてる人が僕の声がちょっと大気を震わすような声に聞こえてるんだとしたら、まあ神がかり的な力が入ってる方ですね。それあるんですよ、みんな大気、その大気が振動するような声に、声質に変わってる人は神がかり的な力が備わってる方ですね。そういう状態、ちょっとね、何が何やらね。まあ、音声だけ聞いてもらって、画面見ないようにしてもらった方が良いかもしれないですね。先に見つけたんですけど、もう見つけられなくなってますね、笑いすぎて。上田正道さん、こちらの家系の人が、その上田さんの家系が神奈川県の横浜出身で、まあね、そのね、ベイスターズの人たちがNHK 会長の方が偉いからとか言い始めて、何をわけもわからんことをと、世の中のルールは法律であると、社会的地位が上であれば何でもチームが勝てると思ったら大間違いだぞと、君たちの頭髪検査からまず始めるよと、見た目で分かるところかなと。それサッカーチームも同じですから。まあ僕イニエスタ選手、そのね、いろいろ楽天の三木谷さんに頼んで連れてきてもらった方なんですけども、まあ長友選手とかにね声かけて、どうイニエスタと一緒に試合したくないとか言って、こう日本代表の選手をヴィッセル神戸にかき集めようとした方なんですけども、あのね、外国人選手の枠があるんで、そのフォワードの方をイニエスタ選手とクリスチアーノ・ロナウド選手とメッシ選手で固めて、あとまあもともとヴィッセル神戸に所属していた、まあ、別の国の代表選手とかの人もいらっしゃいましたし、あとまあ中盤以降もう日本人の日本代表で全部固めて世界ナンバーワンのクラブチームを作ろうかみたいな、まあ、そんな勢いでね話してたんですけども、まあ、本当にあれだけの金額が支払われていたのかどうか、人と人とのつながりじゃなかったかと、まあ、そういう風な話とかもあって、これスタジアムの話になったら、君たちまずそんなに高い報酬とかもらう前に、賃金とかもそうだけども、国庫に編入しなきゃなんないぞと、まあ、こういう話になってきますから、球団承認して個性資産税払ってと、君たちにそんなお金を出す余裕はないと。スペインの経済が正常化したのは、
まあ、スポーツ業界の抑え込みがしっかりとできてからなんですよね。だから変に IT 関係、科学分野で、まあ、パソコン関係で大きな稼ぎを出しているところは、本当は公正取引委員会が入って適正価格での販売に修正し直さなきゃなんない。まあ、そうすることによってね、給与の算定表をあんまり動かさなくて済む話になってくるんですよ、結局のところはね。まあ、一応今賃金上昇していて、まあ、大手商社さんだったら大卒基本給の人で、25万5000とか、まあ、大体それぐらいですね。ずいぶん上がってます、数年前で、ここ、5、6年前ぐらいで21万、2万それぐらいでしたからね。まあ、一旦以上です。